それでは皆様、大変長らくお待たせをいたしました。それでは新加入選手に関する詳細につきまして、楽天株式会社代表取締役会長兼社長、楽天ヴィッセル神戸株式会社代表取締役会長三木谷博史よりご紹介をさせていただきます。それではよろしくお願いいたします。本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。大変ですね、多くの、メディアの皆さんに、いらしていただきまして、また海外の、メディアの方もたくさんいらっしゃっているということで、本日はですね、まず英語で、簡単に、ご挨拶させていただきまして、その後同じ内容で、日本語でご挨拶をさせていただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは日本語でやらせていただきます。本日は、本当にお忙しい中 お集まりいただきまして、誠に、ありがとうございます。今日はアンドレス・イニエスタ選手が FC バルセロナから神戸に移籍することになりましたことを、ご報告発表させていただきます。アンドレス・イニエスタ選手といえば、2010年南アフリカのワールドカップでスペイン代表が初優勝を決めた時の奇跡的なゴールを鮮明に覚えていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。そして2015年からは FC バルセロナでキャプテンを務め、昨年はクラブ史上初の生涯契約を結んだ世界的なトッププレーヤーでございます。バルサはカンテラと呼ばれる下部組織を持ち、そこで若手を手厚く育成してきた伝統があります。イニエスタ選手はカンテラ出身で、そこから世界トッププレーヤーになりました。先ほど飛行機の中で話しておりますと、今カンテラの中でもラマシアという、寮を出身のプレーヤーはイニエスタ選手のみということで、まさしく、バルセロナの、保守本流と言えるのではないでしょうか。ヴィッセル神戸にとっては、彼のキャプテンとしてチームを率いてきた哲学やバルサの持つ DNA が注入されるような大きな刺激になると思っております。イニエスタ選手には単にチームの力の向上だけではなく、ユース年代向けのアカデミーへのメソッド導入を含め、次世代への育成に大変大きく期待をしております。また世界最高峰のプレースタイルと技術を日々実際に目の前で見ることができる、それはヴィッセル神戸にとどまらず日本サッカー界に大きなインパクトを与えてくれると思っています。またアジア全体のサッカーにも影響を与えるものではないかと思っております。新ヴィッセル神戸としてアジアナンバーワンクラブになることを本気で目指していきたいと思っております。そして彼はサッカープレーヤーとしてだけではなく、現在7400万人ものSNS のフォロワー数を誇り、世界的にも大変強い発信力、影響力があります。世界から日本サッカーが注目を集めることになっていくのではないでしょうか。 J リーグ全体からが世界から注目を浴びることができるような仕掛けもどんどん作っていければと思っております。スポーツには人々や社会を元気にする力があると信じています。立場や国を超えて感動を分かち合えたり、また心を勇気づけたりする原動力だからこそ、 FC バルセロナや NBA のゴールデンステートウォリアーズ、また楽天ジャパンオープン、楽天イーグルス、そしてヴィッセル神戸と長年スポーツを応援しております。今回はイニエスタ選手が日本の社会や人々をエンパワーすると信じ交渉してまいりました。今日のこの日を迎えることができまして、本当に感動しております。イニエスタ選手が日本で思い切り楽しんでプレーしてもらえるよう、また美しい感動的なプレーを披露してくれるよう全力でサポートしていきたいと思っております。そして何より彼が日本で
馴染んでいけることは、どうかここにいる皆様のご協力を得られればと思っておりますので、よろしくお願いします。本当にありがとうございました。それではアンドレア・イネスタ選手に登壇していただきたいと思います。 OK アンドレアス、please come in。ではここで契約書へのサインに移ってまいりますので、どうぞ左手のカウンターにご移動をお願いいたします。さあそれでは契約書へのサインに移ってまいりましょう。まずは三木谷社長からサインをお願いいたします。では続いてイニエスタ選手にサインをしていただきます。ありがとうございました。今契約書へのサインが完了いたしました。ありがとうございます。それでは椅子ご用意いたしますので、どうぞ中央にお進みください。どうぞ真ん中の方にお願いいたします。はい、お席ご用意いたしましたのでおかけください。それではここで、はい、イニエスタ選手にコメントをいただきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは。Buenas tardes。皆さんこんにちは。私にとって今日は本当に特別な日です。自分にとってはとても重要なチャレンジです。これは私のキャリアにとってそうです。あと私の家族も今回日本に来れるということをとても喜んでいます。三木谷さんに、それから三浦さん、皆さんのご信頼に心から感謝申し上げたいと思っています。我々はこのプロジェクトの中でぜひもう一歩前進したいというふうに思っています。そしてこのクラブ、そして J リーグがアジア全体に広まるように私も力を貸したいと思っております。私のチームメイトの人たちと知り合いになって一緒にプレーすることを心から楽しみにしています。そしてこの素晴らしい国にいることをとても嬉しく思っています。私の大好きな国です。ですので私もそれから私の家族も少しでも早く日本の文化に慣れ、日本で過ごしていきたいと思っています。どうもありがとうございます。ありがとうございました。どうぞ皆様ヴィッセル神戸でのイニエスタ選手の活躍にご期待ください。ありがとうございました。それではこれより質疑応答の時間とさせていただきます。ご質問の内容は本日発表した内容に限らせていただきます。ご質問のある方はその場で挙手をしていただきまして、記者媒体名お名前からお願いいたします。その後にご質問内容をお願いいたします。私より指名を申し上げますのでマイクが届きますまでお待ちいただいてからご質問をお願いしたいと思います。それではご質問ある方いらっしゃいましたらお手を挙げてお知らせください。それでは前方のダンガリーシャツのそちらの方にお願いいたします。お待ちください。サッカーダイジェスト武田と申します。よろしくお願いします。お二人にお伺いします。現在の日本サッカーをどのようにお考えでしょうか。それと今後どのようにしていきたいでしょうか。お考えがあればよろしくお願いいたします。そうですね、
自分は日本のサッカーに対してとてもリスペクトのリスペクトしてます。日本のプレイヤーについてもそうです。日本の選手というのは非常に技術が高くて、そしてよく考えてプレーしてますし、コンビネーションもよく使います。Jリーグについてもよく知ってますし、あと日本代表についてもよく知っています。で、非常に高いレベルの選手が多いと思っています。ですので私は自分のチームを助けるために、そして自分のサッカーをお見せするために、それをするために日本に参ります。そうすることによってクラブ、それから日本のサッカーがより一層発展することを祈っております。そうですね、今回の、アンドレス・イネスタという、世界で最も美しいプレーをするだけでなくて、世界で最も尊敬されているサッカープレーヤーが、J リーグでプレーをするということは、単に1プレーヤーが入るということではなくて、このイネスタという一滴がですね、J リーグ全体に大きな影響を与え、そしてそれが翻って日本のサッカーにも大きな影響になるのではないかなというふうに思っています。これによってですね、J リーグが世界の人たちが見たいようなリーグに入ってくる、またイネスタ以外のですね、本当に現役の有名選手がですね、日本でプレーしてみたいということもトレンドとして起こるでと思いますし、また、若い選手がですね、刺激をされるだけではなくて、子どもたちがもっとサッカーをやって、見たいという憧れ、夢、こういうものが出ていく、そういうこともですね、期待して、今回は我々も思い切ってやらせていただきました。ありがとうございました。それではお時間の関係上、あとお一方になってしまいますが、後方からもお受けいたします。白いシャツを着られた女性の方、恐れ入りますが、はい、お待ちください。フジテレビアナウンサーの久慈明子と申します。よろしくお願いいたします。いろいろな選択肢がある中で、なぜ日本という地、さらにヴィッセル神戸という場所を選んだんでしょうか。そうですね、こんなことにいろいろなオファーがありました。ですので、私に関心を持ってくれた他のクラブに対しても、感謝申し上げたいと思います。私がヴィッセル神戸に決めた理由というのは、提示されたプロジェクトが非常に興味深いものだったからです。非常に私に対して信頼をしてくれた、人として、プレイヤーとして私に対して信頼を持ってくれた、そこが大きかったです。前にも言いましたけれども、日本っていうのは素晴らしい国だと思います。日本の文化というのは素晴らしいです。ですから、できるだけ早く日本に慣れて、そして活躍したいと思っています。日本で日本の生活を楽しみながらプレーも楽しみ、そして早くチームの一員になりたいと思います。日本の文化で好きなところって具体的に何ですか。全部です。日本人の方たちもとっても好きです。でも一番重要なのは、とにかく文化に溶け込むことだと思います。ですから、皆さんの人と同じような国民の一員になりたいと思ってます。私のファミリーもそうです。私たちの祖国の文化とは違いますけども、できるだけこの文化の一部になりたいと思ってます。お時間の関係上、以上で質疑応答は終了とさせていただきます。大変申し訳ございません。はい、たくさん手を挙げていただきましてありがとうございました。それでは質疑応答は以上で終了とさせていただきます。ではこの後ユニフォームの贈呈に移りますので、ご準備お願いいたします。さあ、それではこれより
イニエスタ選手のユニフォームのお披露目を行います。なお今回イニエスタ選手の加入に伴いまして新しいスポンサーロゴが鎖骨部分に入りましたので、どうぞこちらにもご注目ください。それではよろしくお願いします。ではここでこのままフォトセッションに移ってまいりますので、皆様よろしくお願いいたします。スチールの皆さんからご案内をしてまいります。はい、少々お待ちください。ご準備をさせていただきます。はい、スチールの皆さんをご案内いたしましてから、ムービーの皆さんご案内いたします。ご協力をお願いいたします。はい、よろしいでしょうか。センターのスチールからご案内をさせていただきます。ムービーはその後、ムービーさんその後ご案内をいたしますので、ではまずセンターのスチールカメラに向かって笑顔をお願いします。センターのカメラお願いします。スチールさん向けにお願いします。センターからお願いします。センターよろしければこちらお願いします。右手です。お願いします。右手です。まだ右手です。はい、こちらです。手を振っております。よろしいでしょうか。では、あちらお願いします。左手お願いいたします。スチルさん向けにお願いします。最後、センターに戻ります。最後、センターに戻ります。スチルさん向けにフォトセッションを行ってまいります。ではこの後、はい、ムービーさん向けにお願いします。恐れ入りますがお座りくださいませ。お願いいたします。はい、左から参ります。はい、ムービーの皆さん左手から目線お願いいたします。左手から参ります。左手ムービーカメラです。スチールの皆さん恐れ入りますがご協力お願いいたします。ムービーの皆さん向けのフォトセッションを行っています。では徐々にセンターに目線をお願いいたします。センターのムービーさん手を挙げていただけたりするとありがたいです。よろしいでしょうか。はい、あちらです。はい、ではそのまま右手に目線をお願いいたします。よろしいでしょうか。まもなく終了です。よろしいでしょうか。はい、それではフォトセッションは以上で終了とさせていただきます。皆様どうもありがとうございました。そして三木谷社長、イニエスタ選手、ありがとうございました。皆様大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。以上をもちまして、ヴィッセル神戸新加入選手に関する記者会見は終了とさせていただきます。なお本日は211社348名の報道関係者の方にお越しをいただきました。お忙しい中、誠にありがとうございました。